かつての農業国アメリカも、今や農民は人口の 2% 以下になって、食料生産の何たるかを知る人もほとんどいなくなりました。人類が初めて作物を栽培し、種子を保存したのは1万2000年以上も前のこと。農業が栄え、文明が発祥したのです。中国では何千種もの米を育てました。世界中で栽培されたジャガイモは5000種に上ります。19世紀にはアメリカだけで7000種以上のリンゴを作っていました。20世紀になると農業は劇的な変化を遂げます。第一次大戦中の窒素利用の爆弾製造技術が化学肥料の開発の道を開きました。第二次世界大戦中の神経ガスが殺虫剤に姿を変えました。DDT は時代のヒーローでした。新しい技術により収穫量が増え、価格が下がりました。この技術革新が品種改良に後押しされ、20世紀半ばまでに緑の革命をもたらしました。当初、緑の革命は善意で始まったのだと思います。世界中に飢餓が蔓延し、それが文明の実態でもありました。そこで19世紀の産業革命のように、農業もシステム化できれば長い間抱えていた農業問題を解決できると考えたのです。その後数十年、生産量の増加は目覚ましかったが、毎年広大な農地にたった1種類の作物を作っていました。このモノカルチャー、つまり単一作物栽培が害虫に付け入る隙を与え、やがて大災害へと発展しました。1800年代中頃、ほんの数種類のジャガイモしか作っていなかったアイルランドでは、ジャガイモに病気が蔓延した結果、100万人もの人が餓死したのです。同じ病気がペルーを襲った時には、大惨事に至らずに済んだのです。現在作られているジャガイモはわずか4種類。20世紀初頭に栽培されていた野菜の全品種の 97% が今日姿を消してしまいました。遺伝子が単純化すると病害虫に対して弱くなるため、農民は農薬散布に追われるようになりました。農薬を使えば使うほど、さらに使用頻度が増すという状況になるのです。化学肥料、農薬、除草剤の増加が生産コストを上げ、同時に水質汚染と健康被害を生み出しました。1970年代にモンサントが発売した除草剤ラウンドアップは、ほとんどの雑草を駆除し、史上最も普及した除草剤の一つとなりました。1990年代半ばに入ると、遺伝子操作技術により、緑の革命から遺伝子革命へと時代が移りました。モンサントは種子の遺伝子操作という新しい技術に投資し、ラウンドアップレディを完成させました。ラウンドアップはいかなる植物も枯らしてしまいます。しかしその種子がラウンドアップレディであれば生き残るのです。今や除草剤の会社が種子の販売に魔の手を伸ばしています。
一昔前の農家なら必要に応じて除草剤を使うはずです。除草剤が不要な時もあるのです。現在の品種は除草剤の使用が前提なのです。モンサントの BT コーンはそれ自体が殺虫剤として登録されています。殺虫毒素 BT を全細胞が採出するように操作されています。トウモロコシの害虫がどの部分を食べても死んでしまうのです。化学物質を食べ物に添加するだけではなく、細胞レベルで食べ物を工業化したのが遺伝子工学です。遺伝子革命の最大争点の一つが種子の特許です。特許庁や議会が200年以上も生命体に特許を認めなかったのはそれなりの根拠がありました。特許権は憲法第1条で保障されています。食用作物は倫理的理由で特許の対象外とされていたのです。1930年代以来、育種家には特許を取得する権利が与えられていましたが、第二世代以降の種子は特許の保護範囲ではありませんでした。新しいスイートスポットのテニスラケットで特許を取るなら説明もできるでしょうが、植物全体はもちろんのこと、変異を伴う後の世代について定義などできるはずがありません。1978年、チャクラバーティ博士が初めて生命体を特許庁へ持ち込みました。ゼネラルエレクトリック社の技術者だったチャクラバーティ博士は原油を分解する微生物を作り出し特許取得に挑みましたが、特許庁は自然界の一部には与えられないと却下しました。生物は特許対象になり得ないのです。しかし彼と会社は諦めず最高裁まで持ち込み、一票差で遺伝子操作による微生物の特許を取得しました。しかしその微生物は流出原油以外にも多くのものを分解してしまうため、結局活用されることはありませんでした。こうして遺伝子特許への門戸が開かれたのです。レーガン政権時代のこと、動物、人遺伝子、そして人体組織にも特許と声が上がりました。企業とすれば遺伝子の特許を取得すれば、その遺伝子を組み込んだものは全て植物でも動物でも所有できると言いたいのでしょう。アメリカでは憲法の制約がありますが、そうでない国では人も例外ではないかもしれません。遺伝子に特許を付与させたい意図は明らかです。生命特許の問題についてアメリカ国民も議会もその賛否を問うことをしていません。つまり地球上の生命体を所有し支配する力を企業に与えるようなものです。企業は何にでも特許を取ろうとする一方、もう一つの動きを始めていました。95年頃からモンサントは種苗会社を次々と買い占め、デュポンも同様に買収に乗り出しました。アメリカの農薬業界がどこも種苗業界の買収に動き出したのです。モンサントは80億ドルを費やして種苗会社を買い漁りました。1990年代には企業はこぞって遺伝子操作をしていない種子にまで特許を取り始めました。必要条件はただ一つ、まだ誰も特許を取っていないことです。多様性を維持するため長年種子を保存してきたのは米国政府の快挙といえます。しかし企業はその種子バンクに入り込み、特許がない種子を見つけては特許を取り始めました。モンサントは推定1万1000の特許を持っています。企業の狙いは特許のかかった種子以外の全てを排除し市場を支配することです。この特許問題にまともにぶつかったのがカナダのパーシー・シュマイザーです。
農業を始めてかれこれ53年になります。主に小麦、キャノーラ、オート麦、グリーンピースを作ってきました。向こうに見えるのは小麦、私の後ろはキャノーラ、ヨーロッパでいう菜種のことです。祖父母がこの国にやってきた時代は種苗の会社などありませんでしたから、自分で種を育てるか分けてもらうか、あるいはヨーロッパから持ってくるしかなかったのです。パーシーはこの辺りでは有名な育種家で、ずっと種を取ってきました。最高の穀物や種子を育てたのは研究者や学者ではなく農民の力だと思います。1997年、パーシーが例年通りラウンドアップを電柱や窪地に散布したところ、枯れないキャノーラがあることに気づきました。その時は毎年同じ場所にラウンドアップを撒いたせいで枯れなかったのだと思いました。農薬会社が毎年巻き続けると抵抗力ができると注意を促していましたから、それを聞きつけたモンサントは私の農場にこっそりやってきて、菜種から種子を勝手に採取し、ラウンドアップレディキャノーラが混入していると言い出しました。そして98年8月6日私を訴えたのです。モンサントはパーシーがラウンドアップレディキャノーラを不法に入手したと特許侵害で訴えました。これまで特許はキャブレターのようなものに適用されてきました。キャブレターなら勝手に複製を作って他人の車に取り付いたり、ある朝突然他人のキャブレターが自分の車についていて特許侵害で訴えられるなどということはありません。遺伝子組み換え技術では種子特有の性質があり、自然界に放つと至るところに拡散してしまうのです。裁判前にモンサントは種子の違法ニュースという私に対する申し立てを全面的に撤回しました。そして種子がどのような経路で私の農場に入り込んだかは問題ではなく、畑にあることが特許侵害だと言い出したのです。この辺りは大抵西風が吹き、私の農場は幹線道路の東側ですから、トラックから飛ばされたキャノーラは当然私の農場に落ちます。実際にラウンドアップレディキャノーラを運んでいたある農家が私の農場を通りかかった時、荷台の覆いが破れて私の土地2マイルにわたり2000エーカー分の種をこぼしたと言っていました。この案件の最大の争点の一つは、新しい技術を開発した会社の権利と一般の人々の権利の境界をどこに置くかということです。結果的に農民の農地内に境界が引かれてしまったのです。私たちの主張は、農民に耕作を続ける権利を与えるように境界が引かれるべきということです。特許侵害など気にすることなく、自分の種子を保存し継続して利用し、近所の農家から昔ながらの種を購入できる環境であるべきです。1999年キャノーラの種まきの時、自分の種を使わないように弁護士から助言を受けました。モンサントの遺伝子組み換え種子の汚染を知りながら使ってはならないというのです。それが土壌に適応し生育が良く病気に強くても使うべきではないと。パーシーは妻と共に何十年も育ててきた種子450キログラムを処分したのです。裁判と種子の損失は私たちの人生で最も辛いことでした。今まで気づいたものをモンサントが突然取り上げようとするのです。私が彼らの事務所にずかずか入り込んで物を取れますか？そんなことをしたら訴えられます。彼らは農家に来て我が物顔で好き勝手に振る舞います。本当に腹が立ちます。権利もプライバシーもないのです。こんな目に遭っているのは私たちだけではありません。なぜ巨大な企業が小規模の農家ばかり訴えるのでしょう。一体どうして。
ただの欲張りなのか、それとも種という種を全て自分の管理下に置きたいのでしょうか。モンサントが訴えたのはパーシーだけではありませんでした。2000年夏のこと、モンサントは随分失礼な会社だと家族で話していました。経営に関する調査協力に対して礼も手紙もなかったからです。2000年7月下旬に届いた手紙には呆然としました。モンサントの代理人という法律事務所がモンサントの特許を侵害していると訴えてきたのです。私が話を聞く限り、訴えられた農家は皆同じことを言っていました。農家は隠し事はしていませんし、モンサントが調べても問題となる作物がないことは明らかです。でも1年も経った後に告訴されたのでは、農家は反論のしようがありません。私の農地3850エーカーの大豆サンプルを全部持っているというのですが、もしそうなら20秒ごとにサンプルを採取し続けた計算になります。提出された申し立て書を調べると、まるで辻褄が合いません。今度は各農地で採取したサンプルはほんの一握りだったと話をすり替えました。最初の話が金目的のデタラメだったのでしょうか、それとも今言っていることが嘘なのでしょうか。モンサントが農家に宛てた手紙は推定9000通。ほとんどの農家は訴訟を避けるため支払いに応じる選択をしました。それでも現在アメリカだけで100件の訴訟が進行中です。モンサントと和解する際には決して他言しないことに同意させられます。モンサントが農家の種取りをやめさせるための見せしめに、私たち大農場が好都合だったのでしょう。どんな結末を招くか知らしめたかったのです。2年半後、私は裁判に引きずり出されました。モンサントは裁判前からあらゆる手段を講じて私を潰そうとしました。裁判では弁護士費用だけでも20万ドル近くかかり、私は年金まで使い果たしました。息子の一人は何があっても負けるなと励ましてくれました。潰されないで頑張って乗り切ってくれと。彼はここで大企業を変えるにはこの手段しかないというのです。モンサントが仕掛ける戦争、シュマイザー裁判を機に特許侵害裁判が激増するだろう。なぜ和解しなかったのかとよく聞かれました。和解すれば多分軽い罰か数千ドルの罰金で済ませられたでしょう。それについては幾度となく妻と話し合いました。でも50年かけて育ててきた種を台無しにされたのです。もし私がここで署名しモンサントの特許を侵害したと同意してしまったら、自分をきっと許せないでしょう。自分の生存権を奪われたとさえ感じるでしょう。祖父母がせっかく封建制度の支配から脱却するシステムを残してくれたのです。当時には戻りたくありません。だから私たちは己の信念に従い立ち向かうことにしたのです。2週間半の審理で達した結論は、私の農場にモンサントの遺伝子組み換えキャノーラがどうやって混入したかは問題ではないというものでした。花粉で交雑したり、種が鳥や蜂、動物に運ばれたり、トラックやコンバインからこぼれたとしても、私が望んだのではなくとも、そこに生えていたという事実が特許侵害にあたるというのです。次のポイントが最も重要なのですが、判決によると農家が作物を栽培していて、不本意にモンサントの遺伝子と交雑してしまった場合、
自分の作物を台無しにされた上、作物はモンサントの所有物になるのです。世界中の農民にとって、生物を扱う人々にとって、これが何を意味するのか考えてみてください。第3のポイントは、判決によると私がモンサントの除草剤ラウンドアップを作物に散布していない事実があっても、それは全く重要ではなく、特許作物が所有農地に生えていたことが問題とされました。つまり特許は農民の権利以上に力を持つことを意味します。普通のキャノーラと組み換えキャノーラが半分ずつの農場を見ても違いを見分けることはできません。生育は同じです。唯一の方法がラウンドアップを散布してみることです。枯れたら自分の作物、枯れないのがモンサントのもの。それがこの裁判の結果です。この2ヶ月で少なくとも100本の電話相談を受けました。全く見たこともないキャノーラを発見したというのです。今やカナダ西部でモンサントの組み換え遺伝子に汚染されていないキャノーラの農場を見つけるのは至難の業だと言えます。農業には昔ながらのしきたりがあり、その倫理観で私も育ちました。例えば、私が近隣の農家に影響を及ぼす可能性のある農業を持ち込むとします。仮に私が牧畜を営むとして、付近の農家の作物に害を与える恐れがあるなら、柵を巡らすのは私の責任です。林家が作物を守るため囲いをする責任はありません。それが今では新しい技術から作物を守るために自分で柵を作る時代になってしまいました。もちろん完璧に防ぐ柵を作るなど不可能なことなのです。すべての種は何百万年もかけて異なる種の DNA から身を守る種の壁を巧妙に作り上げてきました。動植物に新しい性質を組み込むためには、その壁を打ち破らなければなりません。遺伝子工学が始まった30年前は、一つの遺伝子が一つの性質を示し、たとえ種の壁を越えたとしても組み込んだ遺伝子は安定していると考えられていました。分子生物学の新たな手法は、従来の進化様式をしのぐと思われます。1975年、遺伝子組み換え研究に関する安全性と倫理についての会議が開催されました。生物学者の中には、技術的な安全性が確立するまで研究を凍結すべきだと警鐘を鳴らす者もいました。安全試験がされていないので、この技術に伴うリスクは誰にも分かりません。会議出席者の決議により、研究中止にはなりませんでしたが、遺伝子操作生物や組み換え DNA は研究室内に安全に封じ込めて外には出さないという約束がなされました。現在では農業と医療に遺伝子工学が取り入れられています。特に医療分野では、生命の危機を救う製品が多数開発されているのも事実です。医薬品は安全管理の厳しい研究室内で開発が進められています。
一方、遺伝子組み換え作物は薬と違い繁殖し、ひとたび自然界に放たれると人にはコントロールできないのです。バイオテクノロジーの食品利用は最近始まったことではありません。人類は6000年前からパンを膨らませるためイーストを使い、また発酵によるビールやワインの製法も同様に長い歴史があります。だから取り立てて新しいものではないという論理はこの場合は全く当てはまりません。遺伝子工学は食料生産を激変させます。まさしく細胞を侵略する技術です。ヒラメの遺伝子をトマトに組み込み、低温に強いトマトを作るという話を耳にしたとしても、どうやってヒラメの遺伝子がトマトに入り込むのか皆目わからないでしょう。実際の方法は細菌とウイルスを使ってヒラメの遺伝子をトマトの細胞に入れるのです。12年にわたる研究の結果、モンサントはラウンドアップ除草剤に抵抗力のある土壌菌を見つけました。目的は除草剤に耐性のある遺伝子をさまざまな植物に組み込むことです。ラウンドアップに抵抗力のある DNA の配列を切り出します。このままトウモロコシに組み込むだけでは何も起こりません。そこで大腸菌が登場します。大腸菌に隙間を作り、2本の試験管を混ぜ合わせるとラウンドアップに耐性の配列を取り込む大腸菌が出てきます。この DNA を目的のトウモロコシ細胞に忍ばせます。細胞には外来 DNA を拒絶する性質が備わっているため、植物に腫瘍を作る土壌菌を使う方法を開発したのです。細菌を使って DNA を植物細胞の核に運び込みます。他にも細胞壁を通過して DNA を組み込む2種類の方法があります。一つは細胞に電流を流し、小さな穴を開けて外来 DNA を浸透させる方法です。もう一つは遺伝子銃と呼ばれるもので、菌の粒子に組み換え DNA をコーティングして植物細胞に打ち込みます。これら3種類の方法には、さらにプロモーターという目的の特性を発現させる遺伝子が必要です。よく利用されるのはカリフラワーモザイクウイルス由来のプロモーターです。細菌やウイルスがさまざまな形で哺乳類に侵入できることから、人々はバイオテクノロジーに危機感を抱いているのです。それが正体だからです。遺伝物質をある生命体から別の個体に移し、通常は定着しないはずのものを、まるで細菌やウイルスのように細胞に侵入させ定着させるわけです。それに加え、彼らは抗生物質耐性マーカーを利用しています。抗生物質耐性マーカーは特定の抗生物質に抵抗力のある遺伝子で、遺伝子カセットが発現しているかを確認するためのものです。食料システムに今起こっている劇的変化が、医療現場にとっては抗生物質が効かなくなる脅威となっています。抗生物質耐性マーカーの利用が遺伝子組み換えの中でどのような問題を引き起こすのか誰にも分かりません。世界中の生物医学界がこぞってこの問題に目を光らせています。バイオテクノロジー革命が進むにつれ、遺伝子操作がますます増加し、予測不能な DNA 相互作用がいずれ起こります。複雑なネットワークのように遺伝子が機能し、一つの遺伝子がさまざまな特質を発現することが分かってきました。人類が経験したことのない大規模な生物実験が進んでいるのだと思います。